何やってんの？なんかめっちゃ低空で飛んで、ああ、でも生きてるわ。ミニコプターだけ破壊したかった感じだな。もしかしたらなんか持ってるかもしれないですね。セーフゾーンから撃たれて死んでた。あと15秒で入れるんだけど。これ俺か。どれだ？え？スクラップ 1000？ えぐいえぐいえぐい。1404スクラップ。やばいね。ミニコプター乗って何かを買いに来てた感じかな。ありがたすぎるでしょ。しかも常勤64。ということで、めちゃめちゃ先ほどスクラップゲットしたので、トンプソンだったりをリサーチしたいと思います。幸運すぎるな、だいぶ。よし。で、まあ、早速、使っていこうかな。ロケットランチャー、筒の方行くか。まあ、ホロサイトとかも現物であるけど、そのまま行きます。よし。ということで、今回は、前回ゲットした梱包バック薬でレイド行きたいんですけど、自分の拠点近辺、結構ね、家あるんで、まあその辺の拠点適当にレイドしちゃってもいいかなとは思ってる。まあ遠すぎるとちょっと運搬のリスクとかもあるんでね。なんかこの拠点とかでかいけど、柔らかそうなんだよな。なんか無駄に高いだけのような気がする。無駄にって言い方悪いけど。まあでも、梱包爆薬だからな。あんまりでかすぎても、抜ききれない気はする。この拠点とかは、宝具棚とか、この辺にありそうだけどね。あ、風化してんのか。まあ全然風化しかかってる拠点とかでもいいし。まあとりあえず、ちょっとどこかレイドはしたい。ここはレイドされた後か。拠点に木材ないんで、白石を木材に買いに行こうかな。前回結構爆発音してたんですけど、今回あんましてないんで、まあ、もしかしたら今がレイドチャンスかもしれないっすね。無駄にでかい拠点ちょっと偵察してみようかな。んで、今の間にかまどを回しまくろうか。まあ、この拠点は自分がこの近辺に住む前から多分あったと思うんで、生き残ってる拠点にはなるね。なるほど。まあでも一応ハニカンではいるのか。2階部の床が何強化されてるかで変わるな。まあでもこの感じ、金属か。やっぱロケットランチャーとかじゃないんで、レイドできる拠点は限られてきそうな気はする。この拠点とかでもいいけどね。よくわかんないけど、何これ。え？どういう構造？元は 1×2 って感じか。え？ってことはこれ板金の扉2枚でいける？そうだよな。まあ、ここは梱包爆薬8枚でレイドしきれます。
まあここやってもいいけどね。前回来たんだけど、まあこの拠点はでもソロだからな、そんなに旨味はないかもしれないっす。まあ、明らか工具だな、ここなんで。まあ美味しいかどうかわかんないっすけど、まあここの拠点はとりあえず梱包爆薬8枚でリードしきれると思うんで、まあありっちゃありっすね。まあ候補に入れとくか。え？これは木の扉？一度拠点に戻りまして、この馬まだいるんだ。持ってこう。ウォータートリートメントのモニュメントパズル行こうと思います。なんかめっちゃ光ってるんだけど、何あれ。おお、びっくりした。松明であんな光らないよな。これ何がこんな光漏れてんの？焚き火？まあでも出てくる気配はないな。湧いてるね。え、待って。ビアドロ近くない？いや、青のキーカード、ロストはしたくないんで、どうしようかな。モニュメントパズルだけやって、リサイクラーの中ぶち込んどくか。ソーラーパネルリサーチしたら出やがった。いやでもこれ、モニュメントパズルしてたら間に合わない。さすがに間に合わないかもしれんな。でも戻されるし。いや、リサイクラーに入れてると間に合わないんで、適当に地下で捨てとくか。やべ、捨ててたから間に合わない。なんか敵来なさそうな気はするけど。うん、誰もいねえぞ。え、G4?この C4 レイドで使いたいね。まあ、持って帰ることができたらだけど。意味わからんとこに捨ててやる。分解していきたいけどな。そんな余裕は今はない。とりあえず全焼基地に到着。ちょっと馬のスタミナ戻すか。いや、20% 減してもいいから、これら、分解していこう。なんでこんなリサイクラー使われてんだ。いやー、外の馬取られたくないっすね。隠しとけばよかった。あ。で、そうだ。炸裂弾出たから、これ、リサーチしてこう。まあでも、そうなると、3ベンチが欲しくなっちゃうけどね。あれ、武器持ってない？多分だけど、自分が偵察した位置、コンポレードしてたら、邪魔してくる可能性があるんだよね。あれ？てか待て、青のキーカード、ない。忘れてきた。やらかした。まあ、いっか。リサーチしましょう。邪魔来ないといいですけどね。無事帰宅。女食わないか。ということで、レイド行こうと思います。多分、梱包8枚で工具棚まではいけると思うんで、そしたら火炎瓶で燃やして扉つけるって感じですね。あ、待ってる。
まあこの梱包爆薬は前回奪ったものなんで別に奪われてもいい。ということで梱包張ります。おい、最近ね不発少ないんで今回もそうであってほしい。マジで少ないんだよな。え？やめて。え？ワークベンチすらないんだけど。そんな拠点ある？不発だ。不発2枚。珍しい。まあでも全焼基地から人が来る感じはないっす。マジで。おー、でも美味しいじゃん。これ梱包にしたら8枚以上いくよな。案外あっさりリードできました。多分漁夫も来てない。まあでもチェストは少なすぎるっちゃ少なすぎるけどね。あれかな？木の両開きの奥とかにあるのかな？火炎瓶投げてみてもいいかも。この奥ね。あ、やっぱこれ、両開き、今までは火炎瓶一つでよかったけど、二つ必要になったんだ。持って帰りましょう。あ、さっき、え？落ちるぞあれ。ん？あれ、落ちなかったか。サムサイトに撃たれてたけど、なんとか回避したっぽいな。でも直撃してた気はしたけど、あ、立て直してるわ。多分あのリサイクラー回してたやつだな。まあこの奥にチェストがあるかどうかはわかんない。ああ、2階に行く階段か。なるほど。火炎瓶2つ余ってるんで、ここ燃やそうかな。まあ、燃やしても多分、もう1枚木の扉出てきそうだけど。え、空洞？燃やしてみるもんだな。え？てか、うめえじゃん。なんで金属の扉つけないんだよ。意味わからんわ。え？ま、は？なんで？いやいやいや、謎すぎやろ。一回持って帰ろう。いや、燃やしてみるもんやな。無事帰宅。うん。なんか叩いてる人いる。ここに入れとくか。ああ。やめとくか。こっちの方がうまかったというね。無事帰宅。
マップ見てたんですけど、この空港に15分くらいとかあって、馬飛ばせば間に合うかもしれないんで、ちょっと行ってみようかな。え？レベル3フェンチ？要900で売ってたの？さすがに違うよ。そもそもまず敵がいるかどうかだな。いや、ハッキングされてるわ。わあ、ショートさせちゃった。ここに閉じこもってんのかな？扉閉まってる。よし、出てきてくれた。ポンプとセミオートライフル持ってるってことで、一回これ誰か倒してんな。え？ハッキングされてないことになってる。まあ、なぜかというと、サーバーリスタート来たんすよね。だから相手は、攻撃仕掛けてきたんだけど、俺の方が先にログインしたか、まあ、同時にログインしたかで、まあ、やることができましたね。とりあえず一回持って帰るか。で、15分後来ると。無事帰宅。まだ時間じゃないんですけど、まあ、先空港向かおうと思います。あと10分ぐらいで開くって感じかな。で、まあ仮にあの人がリベンジ来るとしたら建物取ると思うんで、さっきとは逆側の塀から侵入します。一応ポジションついたんですけど、これ箱開けるタイミング夜になるな。ナイトビジョンが必要だったかもしんないっすね。まあないんだけど現物。夜が来ました。クレートの隣にあった車、火吹いてるんで、あれが明かり代わりになってんな。ん？誰か来るかもな、これ。まあ、でも道沿いから来るんだったら、この入り口から入ってくると思う。うわ、さらに暗くなったな。このまま箱に向かって近づくか。うわ。わかんなかった。さっきの人でしたね。で、ナイトビジョン多分つけてたと思う。で、さすがにもう今行っても間に合わないんで、まあもう譲るしかないな。馬いたら間に合ったけど。今回で割と金属片集まったんで、1階部の壁金属で塗ろうかなと思います。このハニカムの部分ね。よし。それと、まだ倉庫板で濡れてないところも強化するか。よし。これでまた一段と拠点は固くなりました。ということで、まあ、次回あたり、拠点完成くらいまで持っていきたいのと、まあ、あとね、レベル3ベンチ。今は売りに出されてはないんですけど、まあ、出されてたら買いたいっすね。で、3ベンチ置けたら、ミニコプター飛んでる。で、3ベンチ置けたら、今回リサーチした炸裂案で、またレイドも行きたいっすね。まあ、今回で、またね、武器も資材も手に入ったんで、まだ抜かれたくはないね。